どうもビンゴおじさんです。今回ですね、前回に引き続きテトリスの続きを作っていきたいと思います。で、前回作ったところの、復習なんですけど、まあ、前回はこう旗が押すとですね、押されると、はい、このように、横が、12、縦が18ですね、のマス目が現れて、一つ目の、ミノですね、この S 字ミノが現れるところまでをやりました。で、今回はこの S ミノが、下に落ちていく、あとは右矢印キーと左矢印キーで左右に動いていくっていうところを作っていきたいと思います。で、このミノが、落下するってどういうことなのかっていうのを、どう考えるかというと、はい、こちらを見ていただきたいんですが、このようにですね、まあ、前回説明した通り、一つ一つのブロック、このマスですね、マスに0から215までこう番号が振ってあると。で、番号が振ってあって、この S ミノは一番最初は17、18、28、29という、ブロックで成り立っているということになってました。で、それを、はい、このように、リストを作って管理をしてたということになります。で、このリストの17、18、28、29が赤くなりますよというのを、まあ、前回やりましたと。で、この落下をするというのは、じゃあ一つ落下をするとどうなるかというと、この17、18、28、29というのがこのように29、30、40、41になる。で、さらにこれがもう一つ落下すると41、42、52、53という形になると。で、これはどうなっているかというと、一つ一つのマスですね、例えばこの17のマスは29になっているし、18のマスは30になっているという形で、全てですね、これ12ずつ変わっているという形になります。まあ、つまりそれぞれのブロックがの番号が落下するということは12ずつ大きくなるということになるということになります。で、もう一つ考えたいのは、この落下していって、この着地のところを考えていきたいんですけど、はい、着地のところを考えると、ここがずっと落ちてきて、173、174、184、185になって、ここはまだ落ちれます。で、次の185、186、196、197、ここまで来たらもう落ちれないんですね。で、落ちれずにここで確定されるという動きを取りたいと思います。で、それをやるためにはですね、この常にミノの次の移動先を確認して、その次の移動先がこの枠にかかってしまったら、もうここは着地なんだというふうに確定をしていきたいというふうに思います。ですので、このミノの移動先というのを一つまた、リストで作っていく必要があるということになります。はい、ではですね、新しくスプライトを、まあ、描く、で、これもまた空の、スプライトでいいので、まあ、名前は落下としておきましょう。で、コードだけを書いていきます。はい、で、コードを書くんですが、一番最初に先ほど言った通り、ミノの移動先というですね、はい、リストを作ります。ミノの移動先というリストを作って、で、このミノの移動先というのも、一番最初ですね、旗が押されたときはすべて、空欄が入っておきたいので、まあ、ミノの移動先のすべてを削除して、で、4回繰り返す、はい、はい、これは前回ミノでやったのと同じことですね。で、カラーをの殻をですね、このここが何もないをミノの移動先に追加するというふうにすると、旗を押すとですね、はい、このようにちょっとここに置いておきましょうかね、ミノの移動先も、この殻の状態になるということになります。はい、で、このミノの移動先というのを、見ていきたいんですけど、はい、イベントですね、このミノを落とすを受け取ったとき、まあ、ここから、このミノがどん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 下に下がっていくということになりますので、ミノを落とすを受け取ったときに、はい、ずっと、はい、今回ですね 0.5 秒ごとに落とそうと思います。で、 0.5 秒待って少し小さくしましょう。で、これ一回ちょっとずっと取っておきましょうかね。
一つだけ確認していきたいので、0.5 秒待って、はい、まずですね、このミノの移動先というのを入れていきます。で、リストの何々ミノの移動先の、あ、こっちじゃないですね、こっちか、ミノの移動先の1番目を、はい、このミノの1番目、これミノの1番目で演算で足す、これですね、ミノの1番目足す12で置き換える、はい、これですね、はい、で次これ複製してミノの移動先の2番目を2番目の足す12、同様にここ33444というふうにしましょう。そうすると旗を押すと、はい、このようにですね、ミノの位置は17182829ですと、でミノの移動先は293040401になっているということが確認できます。次にですね、このミノの移動先がこの枠じゃないかっていうことを確認していきたいと思います。でここで一つ、変数で、これ何でもいいんですけど、今回 P にしましょう。 P にしてこのスプライトのみにチェックを入れてください。これ後でも同じようなコードを作るので、まあ、こうしておくと便利です。で、P を作って、はい、で、P 変数 P を1にして、はい、で、ここでですね4回繰り返します。4回、はい、すべてのミノの移動先がこの枠に含まれてないかっていうのを確認するということなので、でここにもし何々ならというのを入れて、でここがこのリストの前回作ったこの枠ブロックという、リストがあるので、この枠ブロックに何々が含まれるという、これですね、ワークブロックに何々が含まれる、でここが、はい、少しややこしいんですが、ここにミノの移動先の、変数の P 番目が含まれるなら、はい、このスクリプトを止める、このスクリプトを止めるというふうにしましょう。これは、繰り返しになりますが、ミノが、この位置にいて、次のミノの移動先はここになるよと。で、ここが、枠ブロックにこれどれかが含まれてたら、もうこれ着地になるので、このスクリプトを止めるということになるということです。で、あ、ごめんなさい、ここに変数 P を1ずつ加えるというのを入れておかなきゃいけないですね。P を1ずつ加える。で、ここで、調査をしているということですね。枠に触れてないかという調査をして、そこをくぐり抜けると、一つ小さくして、はい、で、ここに、ミノの1番目を何かで置き換えるというのがあるので、ここをミノの移動先の1番目ですね、ミノの移動先の1番目で置き換える。でこれ同様に複製して、2番目は2番目で置き換えるし、3番目は3番目、4番目は4番目で置き換えるというふうにします。はい、そうすると旗を押します。はい、今1個下がったのが分かりますね。1個下がって、はい、でこれをずっと繰り返していきます。ここにこうパコッと、はい、かぶせると、はい、これ消しておきましょうかね、ここは P は消して、旗を押すとトン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 と、はい、どんどん下がっていって、ここで止まると成功になります。はい、これで止まりましたね。はい、これで、この、コードは成功ということになります。で、こう止まった時に確定をさせます。でさっきの、はい、ここでも見てもらった通り、確定したときは、この、
ブロック、このコマですね、コマが、青色に変えたいと思います。ですので、はい、ここにですね、一つイベントでメッセージを、ここが着地なので、ここに着地というメッセージを入れておいて、はい、着地を受け取ったとき、着地を受け取ったときですね、着地を受け取ったときに、はい、ここでまたリストを作ります。で、リストを新たに作って、確定ブロックというリストを作りましょう。はい、そして何々を何々に追加するというのがあるので、これを、ミノの1番目、ミノの1番目を、はい、確定ブロックに追加する。でこれを複製していって、1、2、3、4、はい、これこっちに置いておきましょうかね。はい、というふうにします。そうすると旗をします。ポチポチこう降りていきます。はい、今すいません、これ確定ブロック一番最初に、全て、削除しておかなきゃいけないですね。すいません。ですので旗が押されたときに、ここにですね、確定ブロックの全てを削除するというふうにしていきましょう。そうするともう一度やります。そうすると確定ブロックは今何もない状態で、はい、これがこう降りてきます。はい、でここで止まります。止まると185、186、196、197、これがここの番号ですね。一応確認しておきましょう。ここですね、185、186、196、197、これが確定ブロックに追加されたと。で、この確定ブロックに追加されたものは青くしたいので、このブロックに、はい、戻ってですね、でこのコスチュームを、また一つ追加します。この落下地を右クリックで複製して、このバケツを使って、はい、こう青い色を、作ってですね、はい、この青いブロックを作ります。でこれを、はい、確定というような名前にしておいて、でこのブロックの、コードに移動して、この部分ですね、この部分に、またですね、何々もし何々でなければというのを、はい、ここの下にこう追加していって、はい、で、これまた右クリックで複製してですね、はい、次は確定ブロックに番号が含まれるなら、コスチュームを、はい、これも複製して、ここを確定にすると、はい、いうふうにします。そうするともう一回やってみましょう。型を押します。落ちてきます。はい、で、一番下まで到達すると、はい、これ今青くならないのは、これあれですね、このミノの方にもこの同じ番号が含まれてしまっているから青くならないので、これ一番下まで行くとまた新しいミノを落としていくので、ちょっとコードを変える必要がありますね。先ほどの落下のところの着地を受け取った時に、ここにまた新しいミノを落とすというのを入れなきゃいけないですね。はい、こうしましょう。こうすると、ごめんなさい、旗をもう一回押してみます。でこう落ちてきます。そうするとここで着地して、こっちに入って、でまた上から、はい、ミノが落ちてくるという形になります。で今これミノが落ちてきて、本当はここで止まらなきゃいけないんですけど、ここまで落ちてきてしまいますね。ですのでもう一つですね、このミノが停止するところの条件を加えていく必要があります。はい、で、ここの部分ですね、
先ほどは枠ブロックに、移動先が含まれるなら、着地をするんですけど、まあ、これだけではなくて確定ブロック、その移動先に確定ブロックがあってももうそこで止まらなきゃいけないということになるので、ここを少し変更します。演算でまたはというのを入れて少し長くなりますが、これ自体をここにパコッと入れてですね、こうですね。でもう一つ、これ右クリックで複製して、枠ブロックではなくて確定ブロックにミノの移動先の P 番目が含まれた時も着地をするというふうにしたいと思います。そうすると、はい、もう一度見てみましょう。旗を押して、はい、ミノが落ちてきます。はい、ここで確定します。でもう一回ミノが落ちていきます。はい、ここで止まれば成功ですね。はい、これで止まりましたね。はい、これで、成功ということになります。これでどん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 ですね、確定ブロックの上にミノが、積み重なっていくということができるようになります。はい、ではですね、少しここの、コードを整理したくて、この 0.5 秒待つのこの下の部分を一回これ全部こう外して、ここを一つのブロック定義にしていきたいと思います。でこれを、はい、ミノの移動というブロック定義を作ってですね、はい、でここにパコッとこれ入れます。でミノの移動がこれになります。で、今回もう一つやりたいのが引数というのを作っていきたいと思います。でこのミノの移動、これもう一回右クリックで、編集をして、ここにこの引数を追加、これを1個2個3個4個追加してもらいます。でこれを、1番番2番こうしましょう、はい、3番、4番、はい、というふうにしましょう。そしてでこのミノの移動、この1番2番3番4番っていうのをそれぞれ、ミノの1番目を足す何々で置き換える、ここにこう入れていきます。こうですね、1番2番3番4番。そして、今回これが全部12ですね。12なのでここを12、12、12、12というふうにします。で先ほど書いたコードとこのコードは同じ意味になります。で今回はこの引数を使ったミノの移動っていうのをすごく多く使っていくので、まあ、今回も、まあ、先ほどのままでもいいんですが、ちょっとこれに慣れるためにこういうふうにコードを書いたということになります。まあ、一応同じように動くか見ておきましょうかね。はい、同じようにこのように動いてますね。はい、でもう一つ、ここでやっておきたいのは、今ですねこう落ちてくるスピードが 0.5 秒ごとになってるんですけど、下矢印キーを押すとですね、少し、早く落ちていくようにしたいと思います。ですのでここの 0.5 秒待つのところを少し変えて、制御でもし何々でなければというのをですねこれ入れてちょっと大きくしましょう。はい、でここがもし下矢印キーが押されたなら、はい、早くします。 0.05 秒にしましょうか。 0.05 秒待つにして、でなければ 0.5 秒待つというふうにして、これをカポカポと、はい、このように書いてあげます。はい、そうすると、はい、普通にしてたらこの速度ですが、下矢印キーを押すとこうポン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 とこう早く落ちると、こうですね、ポン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 とこう早く落ちるということになります。はい、これでですね、あの作業も早くなるかなというふうに思います。はい、ではですね、今日はもう一つ、落下だけではなくて、右矢印キーと左矢印キーで、まあ、左右に移動するっていうところまで、作っていきたいと思います。
で、左右に移動するということの考え方なんですが、はい、こちらを見ていただきたいんですが、この左右移動、まあ、例えばこのミノが、ここの場所にいる29、30、40、41の場所にいるとしたとします。で、右矢印キーを押すと横に1個ずれるので、これが30、31、41、42になる。これつまり、全ての、この、セルがですね、マスが29が30、30が31、40が41で、41が42というふうに1ずつ大きくなっているのが分かります。まあ、逆に、左矢印キーを押すとこれが左に行くということなので、30が29、31が30ということでマイナス1ずつ変わるという形になります。ですので、まあ、先ほどは1つずつのマスが12ずつ変わったっていうのが、次は右矢印キーを押すと1ずつ変わる、左矢印キーを押すとマイナス1ずつ変わるということなので、まあ、先ほどと同じようなコードが使えそうだなというのが分かると思います。はい、ですので、新たに、はい、スプライトを描くで、まあ、これもコスチュームはなしでコードだけなんですけど、名前は、はい、左右、あとは回転もここに書いていくので回転という名前のスプライトを作ってコードだけを書いていきましょう。はい、でコードはさっきの落下とすごく似ているので、この落下のコードを、そのままですねコピーをしていきたいと思います。で、ここのミノを落とすを受け取った時、これを、ま、そのまままずはこうドラッグドロップで、コピーしましょう。でこの定義もそのまま使いたいので、はい、このように移動させます。そうすると、はい、このように、コピーがされました。で今回は、先ほどは自動的に落ちていってたんですが、この左右の移動というのは、はい、もし、この部分を書いていきましょうかね。調べるで、はい、右矢印キーが押されたなら、はい、一つずつ動くということになる。これが実はですね、さっき作ったこの引数入りの、まあ、ブロック定義が生きてきます。でこれをそのまま使って、もうこれはもう捨ててしまいましょう。でこう入れ替えて、もし右向き矢印キーが押されたら、この移動が、これがさっきは12ずつ変わるというところは1ずつ変わるので、これは全部1になる。はい、で、これ右クリックで複製して、もし、左向き矢印キーが押された、ここがマイナス1ずつになると、はい、ということになります。でこの定義はもうそのまま基本的には使えますが、少しだけ変えてあげましょう。少しだけ変えてあげて、はい、この着地という考え方がないので、この着地を送るはなくて、このスクリプトを止めるということになります。これどういうことかというと、これ先ほどこの続きがあって、例えば、26、27、37、38にいたときは、これ左矢印キーを押しても、ここがもう端になってしまっているのでいけないと。これつまりは、これの次の移動先が25、26、36、37になってますが、になるとこの枠が含まれるので左にはいけない。これこちらは同じように、右にはいけない。で次の移動先に35が含まれてしまうので右にはいけないということになります。はい、まあ、それがこの、枠ブロックに、ミノの移動先が含まれる、もしくは、まあ、確定ブロックも同じですね。確定ブロックに移動先が含まれるなら、横にはいけないので、スクリプトを止めるという形になるということになります。でこれがですね、さっきあの P を作った時に、このスプライトのみにチェックを入れていたのは、まあ違うスプライトでですね、同じ変数を作るには、そういうふうにしておけば、使えるということも覚えておいてください。はい、あとですね、このままだとちょっと右矢印キーが押されたときに右に行き過ぎてしまうので、ここで、制御で何々まで待つというのを入れて、ここに演算でではないというのを入れてですね、これが、ね、右向き矢印キーが押されたではないまで待つ。でこれ同様にこれを複製してここに入れて、
左矢印キーが押されたではないまで待つというふうにしてあげてください。そうすると、はい、では実際旗を押して左右に動かしてみますね。こう左右に動かしてみる、はい、このように動きながら落ちていくと。でここで右で止まる。あ、これ今、少し、おかしかったですね。でこれなんですけど、すいません、これ一つ間違えていて、でこれなんですけど、なぜ起こっているかというと、この定義ミノの移動、これ右クリックしてこれ編集としてください。そうした時にここですね、ごめんなさい、画面を再描画するにせずに実行する、これにチェックを入れておかないといけないですね。これチェックを入れておく。これ先ほどの落下の方もこれ右クリックで編集でこっちにチェックを入れておきましょう。はい、で、これでもう一回やってみましょう。旗を押して右、はい、いけますね。左、はい、右と、はい、これでここで確定で、またでここに落としてみましょう。ここに落とすと、はい、このようにピタッと確定していくと。まあ例えばこの隙間に入れようと思っても、はい、このようにですね、確定していくということで形になります。はい、今回ですね、このあたりにしておこうと思います。まあこのようにこのミノの移動という一つのですね、定義を作って、まあ、ここにこう引数を4つ入れておく。これが常にこのミノが次に移動するためには、そのそれぞれ1番目はプラスどんだけ動かすかっていうことを定義していくものだというふうに考えておくと、かなりですね、こうまとめられるということが分かったと思います。で次回はこのミノの回転というのをやっていきますが、このミノの回転の時にこのブロック定義がかなり活躍することになりますので、期待しておいていただければなというふうに思います。今回のテトリス作りはあと2、3回は必ずかかると思いますので、ぜひですね、チャンネル登録をして次回の動画を待っていただければなというふうに思います。またですね、今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。